おつぽん、あいかいづきです。今日はですね、私の20年前からの夢、ゆずぽんの CM に出ることなんですけれども、見てください。今日はですね、ゆずぽんの食べ比べをやってみたいと思います。みつかん縛りということで、みつかんさんのね、ポン酢ってこんなにたくさんあったんですよ。知ってましたか？普段ね、うちで食べてるのはこれが多いのかな。皆さんこれが多いと思うんですけれども、他のね味を食べてみたいなと思いまして、このねサラダに合わせて食べてみたいなと思います。ということで早速行ってみたいと思います。どれから、スタンダードからいきますか？20年前から CM 入れたいって言ってるのに一回もオファーがないので、今回ね頑張ってアピールしたいと思います。プロレスって終わったら売店があるんですよ。売店の時にこのねゆずぽんめちゃくちゃたくさんいただきました。ありがとうございました。うちのね実家もゆずの加工をしてるんですよ。なので結構本当にゆずとはご縁があって、昔からゆずの匂いの中で、香りの中で育ってます。結構ねダイエット中とかドレッシング代わりにこのポン酢を使うことってあって、味がしっかりつくのでおすすめです。しっかりめにね味が分かるように、この時点で柚子の香りが本当にいい匂い、癒される。いただきます。うん、美味しいです。基本的にはお鍋の時が多いんですけど、お肉にかけたりとか何でもかけてますね。しっかりこれ柚子の味がするので、普通のポン酢か柚子ポン買ってあったら柚子ポンを絶対選んでます。美味しい。普通に美味しかった。なんかさっぱりしていいですね。サラダ、水炊き、冷ややっこ、冷ややっこもいいですね。どれいこうかな。どれが値段高いんだろう。これ高そう。ゆず農家で作った丸ごとゆず、高知県。これいただいてみたいと思います。あ、もうすごい、これびっくりした。開けた瞬間めちゃくちゃゆずの香りが、あとねここによく見るとゆずが沈殿してるの、だからすっごくエキスが多いんじゃないかなと思いますね。ゆずってね、こういうね瓶にねこうやってつくの、このゆずが濃いと。これゆず入ってるなってここで思いますね私。これ確かにめちゃくちゃ柚子の香りがすごいです。本物の柚子っていう味がする。比べてみると全然違いますね、さっきの柚子と。柚子って香りがいいだけじゃなくて若干苦味があるんですよ。その苦味まで入ってるから本当に本格的な柚子っていう味がしました。美味しい。値段消えちゃうとこれがいいってなっちゃいますよね。いや美味しかったですこれ。すっぺだってほら、もうこれだけ沈殿してますから。これ見えます？沈殿見えないかな。はい、美味しかったです。これは何ですかね。カツオと昆布の出汁をね、絶妙に出汁と合わさってるものって最近多いですよね。なんか醤油とかも出汁醤油がすごい、私は普段から出汁醤油使ってるんですけど、ポン酢にも出汁が最近入ってるんですね。香りの蔵すごい。香りが柚子臭、ゆずがすごすぎてめちゃくちゃまろやかな感じに感じますね。これちょっと物足りなくなっちゃってる自分がいる。おいゆずぽん、ゆずの香りが足りなくなっちゃってる。なんでだろう、これとこれの違いがわからない。ほぼ一緒でも、マイルドに、すごいマイルドで、おいぽんしたくなるぐらいマイルド、食べやすくなるって言ったらいいのかな。本当に美味しい。でもゆずを求めてる人だったらちょっと物足りないかもしれないですね。なんだろう、ドレッシングにしたら結構酸っぱいってなっちゃうと思うんですけど、これだったらドレッシング代わりで全然ガンガンいけるって感じですね。全部脂質ゼロなんだゆずぽんって。次、だしマロぽん。これさらにだしが入ってるんですかね。だし入り好きですけどね私は。カツオ、ホタテエキスも入ってるんだ。鍋、サラダ、浅漬け、冷やしうどんに、はあ、うどんね、うどんいいですね。うん、めんつゆ感すごいです。だから柚子入ってないですよ。でも美味しい。こんなのがあるんですね。おうどん食べたら美味しそう。卵とか入れて美味しそうですね。最後、最後はごまポン。なんかしゃぶしゃぶの時ってごまだれかポン酢かって悩む時にこういうのいいですよね。両方の役割を果たしてるっていう。美味しそう。いただきます。ゆずの味がちょっとしないですね甘めのごまって感じです。これ言われないとゆずが入ってるって分かんない。ということで全部食べたのかな。この中で、まあえてゆずぽんランキングつけるとしたら、本当は
こっちが好きだけど、ちょっと恐れ多いんでこっちにします。今回のイズポンランキング第1位はじゃじゃん、スタンダードなイズポンに決定いたしました。ということでね、今回私のね20年以上の夢であるイズポンの CM を撮りたいと思います。よかったらご覧ください。ウイウイしい柚子の香りが広がります。サラダにもお鍋にも香りひときわ。みつかん柚子ポン、柚子ポン。はい、ということで皆さん、柚子ポンの CM いかがだったでしょうか。ちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。皆さんもぜひ寒い冬にお鍋で柚子ポンで温まってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。